アンゲルブルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルク・ビーデンコップフ郡西部の町村である。ミッテルヘッセン北西部にあたる。町域は、ビーデンコップフの南約12キロメートルのシェルダー、バルト北部、ガンスバフ派川の谷に位置する。シェルダー・バルトの北端にアンゲルブルク山がある。この町は、その北と東をしてフェンベルクの町域に囲まれている。 東はバート・エント・バッハのボッテン・ホールン地区とも境を接している。南はジーク・バッハ、西はエッシェンブルクに接する。この町は以下の地区からなる。アンゲルブルクは1972年から1974年のヘッセン州再編によって成立した。当時独立した自治体であったフレッヒエンハウゼンとリックスフェルトが合併し、1974年に ゲンネルンがこれに加わった。この町は自治体間で結成しているラーンディルベルクラント協会に加入しており、これ以外にも多くの目的連合や協会に参加している。町の発展にとって最も重要な目的連合がヘッセンヒンターラントに含まれる市町村とノルトベストファーレン州バートラースフェトで形成しており、その全域の発展を目指す。 ヒンターラント自治体間共同作業連合である。アンゲルブルクの長議会は23議席からなる。2011年3月27日の町長調選挙にはトーマス・ベック、ライナー・ハッファー及びハイコ・バーレンティンが出馬した。いずれの候補も過半数の票を獲得しなかったため、2011年4月10日に決選投票が行われた。この選挙で、 トーマス・ベックは55.4%の票を獲得してライナハッファーを破った。トーマス・ベックは2011年6月15日に18年間町長,長を務めたノルベルト前の公認として町長職を引き継いだ。ズンガラ、上下に分割、上部は青地に銀と赤のストライプで塗り分けられたヘッセンの獅子。下部は銀地に三つの赤い星。アンゲルブルクテレビ等。 アンゲルブルクには高さ171メートルのアンゲルブルクテレビットが建っている。ただし、アンゲルブルクさんはアンゲルブルク町内ではなく、隣町のエッシェンブルクに位置している。ありがとうございます。